ドラフト、完全ウェーバーのやつやります。留学生が三浦佐世の2人が21日ということで、21日間頑張って持つのかなと。ピッチャー14人でやっていきましょうか。果たしていつまで持つのかな。こう12点とか大量点取られるといっぱいピッチャー使ったってことなんでね、ちょっと厳しくなってくるんですが、そして鶴見が怪我をすると。1人怪我するとね、続々と怪我していくんで、ちょっとどうですか。もう結構死にかけてるね、中継ぎ先発ともに。昨日が怪我しそう、まあ、1回昨日外して、まあ、1人減ることでまたさらに1人減っていくという悪循環が続きますが、8対0、8対0、8対0、3試合連続8対0で負ける陳次。ああもうダメだ。こっからじゃあ青使って、彼らは全員休んでもらいましょう。ちょっとね、無駄にね怪我するのももったいないんで、どっちみち負けてるんでね、彼らを使ったら勝てるんであればまた別ですが、彼らを使っても負けると。勝つとしたらだから番長の試合で勝つぐらいしかできないんで今のところは。あと1日だったんだ、あと1日だったら持ったのにね、もったいね。まあいっか、12対0。お、あ、さ、三浦はいなかったんだ。帰ってきました三浦。142キロコントロール A。 さあ、あの2人が帰ってきましたが、まあ、2軍に置いておくということで、いきなり2軍に行ったんだね。勝手に、何も俺は指示してないのに、三浦は勝手に自ら2軍に行きました。ということで、シーズン終了までやっていきます。シーズン終了しました。75ゲーム差、まあ、去年よりは勝ってるんじゃないかという予想となっておりますと。10勝129敗、去年は0勝です。だから2勝0勝と10勝と、勝率は0割7分2厘、引き分けは4、ピッチャー陣 6.33、 もうほぼほぼ投げ切れたね。野手が1割7分クリーン、まあ、打率はまだまだ終わってますと。146イニングしか投げてないんで、ギリギリ来ていったぐらいか。以外はね、ほぼ以外で投げ切れたんですが、あんま投げてないね。三浦がやっぱり 2.88 と、このままいくと三浦に負け運がついてしまう。佐世、期待の一打佐世 3.79、 悪くないよね。これが高卒ルーキー。ちょっと伸び F 支給が気になりますが、まあいいでしょう。打っては吉見1割くぶくりん、豊福が、あ、豊福2割8分2厘も打ってんだ。十分でしょ、高卒1年目にすれば。1割くぶ4厘、1割1分7厘と。そして RC27 が驚異のマイナス 0.54 と。数年前の若月。数年前の若月であり、今の小林でもある。今の巨人の小林誠司と一緒。大体。いやー、イチロー欲しかった、マジで。イチロー来てくれたらね、牧さん感を。イチロー首位出し取れなかったんだ。小笠原がそういうことになってる。だが MVP は MVP 沢村翔也も投手。いや、イチロー首位出し取れなかったんだ。牧がどれぐらいの成績残したんだろう。三冠王牧、パープル三冠王出やすくなったよな。最近のパープルは三冠王が出やすくなった気がする。さあ、一郎一番線、あ、2割8分1厘12本55打点1、なんかそんなに打点か。マキはマキ、マキ3割1分1厘43本106打点つえー、まあ、打点パリーグは打点になりがちだからね、ピッチャーが強くて。ちょっと打点っぽいね。さあ、うちが今回は上完全ウェーバーの一番最初というところで、さあ BA のスカウトいきますか。一番最初にくじ引けるんでね。佐世と三浦は金払うけど、それ以外は金払わなくていいかな。豊福どうする？結構強くね。ただ野手はね、序盤はちょっと金払えんのよ。しかも早熟じゃないでしょ、おそらくこいつ。葛西、
157キロ。あ、これは強え。しかも入団前の急成長してる。1年目残そう。特能が終わってると。3球種持ち悪くない。でもいいや、3球種持ち悪くない。期待の逸材。じゃあ行こう。あれ、川村、皆川、これもう、あ、クビにしてもいいよな。おそらく来年使わないでしょ。この辺は420万、420万と。それでいきましょうか。さあドラフトです。いいの来てくれよ。ひらがなの軍団をちょっとずつ減らしていきましょう。頼むぜ頼むぜ。一郎クラス。松井秀喜来ねえかな。それか王貞治、松井秀喜、セゲオ、そのあたりの野手のスーパースターが来てくれれば一番いいんですが、高校生、村田兆治じゃないのか、渡辺、まあ、最低限、米田、高校生の転生がいるとなると最低限、いやー、強い。いや、これ、ドラニで取れないかな、宮野。3球種持ちでこれは強い。あ、伸び B もいいね。あー、高校生。大学生だし取れないと。どっちみち1人しか取れないしね、転生は。おそらく2人取れることは基本ないでしょ。完全ウェーバー、完全ウェーバーじゃなくてもドラにまで残んないしね。おお、伸び B、高校生が探してくれって言ったから結構高校生が多いね。あと野手いいのいる。君島、ドラにで取れねえかな、この辺。あ、秋山、これドラ1秋山か。ドラ1秋山だな、これはしょうがないわ。ちょっとドラ1秋山でいきましょうか。米田もいいけど、ピッチャーよりやっぱ野手の方が貴重な気がする。知らんけど、いや秋山は行くでしょう。完全ウェーバーで秋山取れたのはでかい。あ、米田がまさか3番目は残りました。横松の方が優先された。横松はそんなすごい選手なのか。そんなでしょ。いや、君島行くか。君島行くか。よし。これドラ2で取れたのでかいよ。で、ドラ3は、もう有望は残ってない。高校生。あー、悪くはないけど。まあ、ピッチャー行こうか、ここは。対ピンチへ打たれ強さ C。ノービー B。ノービー B。あの3球種のやつはさすがに取られたのかな。あー、宮野はさすがに取られてるね。伸び B 行くか。江藤ドラ4でもよかったな。あー、門馬まだ残ってる。打撃は強くないけども、下位でドラフト4位で取って覚醒したらめちゃめちゃ強くなるんじゃない。ショート2人目だけど。タイピンチ B、 打たれ強さ F が気になるね。打たれ強さ C のタイピンチ A と。のろ、まだピッチャーも足りないから使えそうなやつがいれば取っていくと。打てれ強さ C、 タイピンチ C と。クイック A はあまりいらないんだよな。タイヒタレ B、 伸び B だけどタイヒタレ F か。ちょっと悪い特能がね、できるだけタイピンチ G ないやつがいいんですが、大方取りたいなと思う選手は基本的に取ったかなと。あとはまあいい選手がいれば取っていくか。
あー、美濃口、足が速い。対左 B、 怪我しにくさ B と。ただ抑えがねできてもね、中継ぎができてほしいんよな。でわざわざ長月適正上げるのも時間がもったいないと。そうすると誰を使うんですかと。ただまあ抑えなってくれたらいいし、鎌倉取るか。まだまだ人も足りないんだし、人は取ってもいいと。弾道さんが気になるね、池本。特に特徴のない白井、キャッチャー2人目も取りたいしね。でもどうすると対左強いやつとかにして併用したいよな、キャッチャー。まあこんなもんにしとくか。ただじゃないし、選手取るのも金がかかるんだし。まあ秋山取れたのはいいよ。18歳の顔には見えないけども、秋山、これいつの時の秋山の顔なんだろうね、この秋山の顔。前世紀の時の顔なのかな。毎回思うんだけど、 OB の顔っていつの顔なの。完全にこの顔高校生の時の顔じゃないもんね。ミート E、 パワー C、 走力 B、 肩 B、 守備 A、 補給 A と、パワーヒッター持ちと。秋山ね、打率低いからね、そこがちょっと気になりますが、まあいいでしょう。伸び B 対ランナーか。モンマ。君島はショートとサードやらしてもいいかもしんないね。で、モンマはショート、セカンド、外野。大ピンチ。大ピンチ C。早急 B の走力 C。で、池本はサードもでき、池本肩強いからね、サードもできるようになってもらってと。まあ、いろんなポジションをいろんな選手に守ってもらうと。そうすることで試合に出れる可能性は高まりますと。塩見がメジャー挑戦。ポスティング。塩見結構ポスティングしがちだよな。うち金ない、もしかして。あんまりお金のことは気にしてなかったんですが、もう金ないですか、早くも。あ、でもまだ12億あるわ。海外留学と。今年留学はね、なしで行きましょうか。そろそろ機材も買っておきたいね。ただ金がちょっとずつ減っていくからな。まだ早いかな、機材は。ちょっとまだ、今年はちょっとまだ我慢と。言うて金ないんでね。カーブ、カーブ、スクリュー、変化球を覚えてくれましたと。佐藤。じゃあまあ、オープン戦終わってシーズン始めていくんですが、ここで終わりましょうか。まあとりあえずやっぱスカウトに選手探してもらってね。あと今年は秋山がどれぐらいやってくれるかで、来年コリアで秋山を留学させて、また秋山を化けさせるという作業をやっていきましょう。バイバイ、さよなら。